こんにちは。行政書士受験合格チャンネルです。今日はですね、判例対策として保育所廃止条例制定の処分制、この判例についてご説明をいたします。まあ、出題分野としてはですね、行政事件訴訟法、ここに関連する、まあ、判例対策となっております。この判例もですね、過去出題実績のある判例ですので、ぜひ対策していただければと思います。まあ、このチャンネルは私が2年目受験で行政書士試験に合格した受験勉強の経験に基づいて、勉強方法、それから試験対策をお伝えをしております。今年もしくは来年ですね、行政書士受験目指されている方、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは早速始めていきます。まずですね、この保育所廃止条例制定の処分制、まあ、この判例についてどのような事案だったかご説明をいたします。まあ、この判例はですね、このまず横浜市でですね、この各保育所ですね、これをまあ民営化対象にするということで、改正条例がですね、まあ制定されました。まあ結果としてですね、対象となっているこの各保育所がですね、まあ廃止ですね、廃止となりました。そこでですね、この廃止となった今回の保育所ですね、そこで保育を受けていった児童ですね、児童またはその保護者 X らがですね、この改正条例の制定、これですね、取り消しをもう求める訴えを起こしたと、まあ、そのような内容になっております。これはですね、この X らがですね、選択した保育所、そこでですね、保育を受ける権利っていうのを、まあ、違法に侵害するものであるという、まあそういう主張でですね、この取り消しの、まあ、取り消しを求める訴えですね、これを提起したと、そのようなまあ内容となっています。で、この判例でですね、押さえるべきポイントをですね、ご説明します。まあこちらですね、まあ、過去問でもですね、出題されている行政事件訴訟法のですね、取り消し訴訟のまあ要件審理ですね、ここに関わる内容となってきます。で、ポイントはですね、この保育所を廃止するこの条例の制定行為、これにですね、この処分性っていうのは認められるかっていう点ですね、この点がポイントとなっています。で、まあ皆さんご存知の通りですね、この行政事件訴訟法におけるまあ取り消し訴訟ですね、この取り消し訴訟のまあ訴訟要件ですね、まあ大きく7つありますけど、そのうちのですね、一つですね、この処分性が、これが認められるかどうか、これがですね、取り消し訴訟の、まあ、訴訟要件の、まあ、一つになっています。で、今回はその、条例の制定行為ですね、これに、その処分性というのが認められるのかっていうところですね、ポイントとなっています。で、まあ結論から言うとですね、このように認められるという結論になっています。少しですね、補足で説明するとですね、通常ですね、この条例の制定、改廃行為、これですね、立法行為ということになりますので、原則はですね、この処分性っていうのはまあ認められないということになります。ただし、今回の事案でではですね、この、まあ、今回ですね、対象となったこの保育所に、現に入居中の児童及びその保育者という、ここですね、限られた特定のもの、こうしたまあ限られた特定のものに対して、まあ、今回のですね、まあ、対象となった保育所において、まあ、保育を受けることを期待し得る法的地位ですね。まあ、これをですね、まあ、奪う結果をまあ生じさせる。ということで、今回はですね、この処分性は認められると、そういうような内容になっています。まあ、過去問でもですね、このポイントが問われていて、選択肢としてはですね、例えば、保育所の廃止を定める条例の制定行為。これは行政処分に該当する。といったような選択肢が出てるんですけど、まあその選択肢はまあ正しい選択肢となりますよね。まあ今回ですね、ご説明したように、保育所廃止のですね、改正条例の制定、これはですね、まあ、処分性が認められると、そうした判例の内容になっています。まあ以上ですね、今回はこの保育所廃止条例制定の処分性、この判例についてご説明をしました。まあ、ご存知の通りですね、行政事件訴訟法、まあ、判例からのやっぱり出題も多いですので、対策ですね、必要となってきます。特にですね、こうした処分性とか厳格適格ですね、こうしたものがあるかないかっていうところの知識を問う問題ですね、多く出題されてますので、今回の判例もですね、ぜひ対策していただければと思います。それでは本日は以上とさせていただきます。今後も行政書士受験に必要な勉強方法、それから試験対策をお伝えしていきますので、チャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。